こんにちは、ジェイボーイ明石店でございます。今日は16年式のムンブのカスタム R ですね。こちらをご紹介したいと思います。こちらの車、車好きの、男性が乗られてましたんで、だいぶ綺麗だと思います。大きな傷やへこみっていうのは確かなかったと思うんですけどね。年式ちょっと走行距離もいってますけども、だいぶ綺麗にして、だいぶ大事にされていたお車みたいです。ちょっと助手席側のフェンダーです。フェンダーじゃないや、ステップですね。ここちょっとタッチペンの跡ありますけども、傷があって、このぐらいからこのぐらいまで傷があります。そしてローダウンと、ローダウンはただの、バネ交換だと思います。それと車外のアルミホイルですね、入っております。車外のアルミは何インチなんでしょうね。16インチですね。16インチのアルミ入ってます。そしたら車内の入っていきたいと思います。ルーグですね。ルーグも特には問題ないです。よいしょ。車内です。ちょっと暗いんですけども、ごめんなさい。こんな感じです。内外装仕上げ済みです。運転手さんはこんな感じで、見ます。よいしょ。そうしましたら、距離の方が、だいぶ多いんですけども、158,915キロですね。なんですけども調子がいいです。こちらの車はまだまだ乗れる、乗れるじゃないですね、乗りたかったんですけども、大きい車に乗り換えということで、こうなりました。うちに入ってきました。でキーレス1本と予備金が1本ですね。はい、そんな感じです。シートの方です。運転席、助手席、ちょっとシミはあります。ちょっくらシミありますけど、もう一回ね、納車前に、シミ取りとかもう一回してみたいとは思うんですけども、こんな感じです。倒したらこんな感じでね、いきますんで、わかるでしょうか。はい、そしてお車のよっ、ダイハツは簡単に後ろに下がるんで、リクライニングもかなりねしますんで、後ろの席の方もね、だいぶ楽に乗れるんじゃないかなと。そして足元ですね、こんだけ広いんですよ、正直言って。ダイハツさん独特ですね。それとドアの方がここまで開閉しますんで、乗り降りがしやすいです。ただ一つだけ難点は、ドアが閉めるときに手をかなり伸ばさないといけないということですね。こちらの方のムーブです。一番かっこいいんじゃないかなと思うんですけどね。私もこれ結構好きなんですけど、あれ、はい、でエンジンです。インタークーラーターボ付きです。当店はエンジンルームあんまり綺麗にしないんですよ、正直言って。時間もかかりますし、もちろん水とか使ってね、もし何かあっても嫌なので、調子悪くなるのも困ります。でタイミングベルトはこちらの方ですね。多分105,000〜106,000キロぐらいに交換されてますという感じです。それはJ ボー明石店と なります。078-939-3070になります。はい、そしたらお電話お待ちしております。失礼します。